河野忠康は、日本の政治家。愛媛県熊高原町長、元愛媛県議会議員。愛媛県上受けなぐ熊高原町出身。愛媛県立松山北高等学校を経て、1973年3月、明治大学文学部を卒業。同年4月、三浦工業へ入社。その後、塩崎淳也塩崎康久の議員秘書を務め。 1999年4月、愛媛県議会議員に就任。愛媛県議会議員として、林業活性化議員連盟会長や、愛媛県議会副議長を歴任したほか、自由民主党愛媛県支部連合会幹事長を務めた。2016年5月31日、愛媛県議会議員を辞職。同年8月28日、熊高原町長選挙に出馬し、 調整改革、美しい自然を守るため環境保全条例の制定、木材のバイオマス燃料、発電活用や、農業の6次産業化の推進、高齢者が活躍できる、福祉施策、次世代に向けた子育て支援や教育、移住希望者への支援の必要性を訴えかけ、現職の高の胸なりを破り、初当選。当日有権者数、7896人。 最終投票率、82.38%2020 年8月30日、自身の人気満了に伴う熊高原町長選挙に出馬し、農林業振興や町営バスの導入、コロナ禍に即した移住施策の拡充を訴え、元熊高原町立熊中学校校長の小田、哲氏を破り、再選。当日有権者数、百九十六人、最終投票率、 79.78%ありがとうございます。